池谷駅は徳島県鳴門市大間町池谷流の本にある四国旅客鉄道の駅である。高徳線を所属線としており、鳴門線を加えた2路線が乗り入れている。鳴門線は当駅を線路名称上の起点としているが、ほとんどの列車は高徳線経由で徳島駅に発着する。駅番号は高徳線が T04、鳴門線が N04。 V 字型に分岐する高徳線、鳴門線それぞれに、島式一面二線、軽面四線のホームがある、地上駅。当駅を通過する特急、渦潮は一番乗り場を通過するが一線スルーではない、ため、かつ水側を制限時速 60km、板の側を制限時速 40km で通過する。両線の間にある駅舎と双方のホームは、湖泉橋で結ばれている。 簡易委託駅であったが、2012年7月11日から無人駅となった。無人化後も自動券売機は設置されていない。私の旅スタンプが置いてあったが、無人化の影響か、かつ水駅で管理するようになった。便所は改札内にある。以前は特急、渦潮のほとんどが停車して、ナルト線の利用者の便を測っていたが、1998年10月の ダイヤ改正時に半数程度が乗降客の多い勝水駅停車に変更された。その後、鳴門線の利便性低下を憂れる門市からの要望により、ダイヤが見直され、一部が池谷駅と勝水駅の両方に停車するようになった。当駅を通過する特急列車の利用客に限り池谷、小水館は区間外乗車の扱いとなる。 また平日の鳴門線からの下り列車1本は、鳴門駅からノンストップで運転される。1日平均乗車人員は、下記の通り。元の大麻城の中心は、坂東駅の周辺であり、本駅の周辺の集落は小さい。駅の周辺は田んぼが多い。ありがとうございます。